俺の名前は佐竹博文。あ、缶コーヒーでも飲むか。なかなか職が見つからないごく普通のプー太郎だ。ハローワークのあるここ黒煙街だが、お世辞にも治安はいいとは言えない。おお、デスメタルのバンドマンか。繁華街ではあるが、半グレ集団や極道の組も多い地域だ。シャキッとしようとアイスコーヒーを買ったのだが、あれ、あんまり冷えてないな。補充したてか。出てきた缶は常温に近いものだった。たまにはこんなこともあるだろう。目くじらを立てても仕方ない。夏でもないし味も変わらん。そうして一気にコーヒーを飲み干そうとしたその時だった。そこのあんた、すまない、聞きたいことがあるんだが。え、あ、はい。突然オレンジの髪をした覇気を感じる若い男に話しかけられたんだ。ここをジャンキーみたいな熊のひどい男が通らなかったか。あ、多分ですが、さっきここを通りましたよ。すごい目をしていました。オンに切る。あんたもこの町を出た方がいい。少し今危ない。そう言うとその男は疾風のように走り去った。目力のある男だな。そう思って一気にコーヒーを飲み干した。その後俺は食玩へ向かう予定だったのだが、数分もしないうちに強烈な吐き気に襲われてしまったのだ。はっきり言って全く意味がわからなかった。腹の中にあったコーヒーを全部出すと、次は青緑色のものが出てくるのだから。この時点で俺は体に力が入らず、立つこともできない状態だった。大丈夫かあんた。こりゃ海老川のクソ野郎の仕業だ。その時さっきの男が帰ってきたんだ。あのゲスが無差別にやりやがって。今救急車呼んでやるからな。ありがとう。そして救急車を呼んでくれたんだ。今まで感じたことがないような不快感が体を蝕む中、激しい嘔吐があります。この人はおそらく何かしらの毒を飲んでる。何ですって。救急隊が駆けつけた。うちの島で起きたことだ。あんたの仇は取ってやるからな。その言葉を聞いたと同時に俺の意識は闇に落ちた。病院へ着いたと同時に院内は戦場になった。おい、患者の尿を調べてくれ。患者さん、意識がありません。カテーテルを使っていい。急げ。俺は意識がないまま検査に回された。次に目を覚ました時には俺は病院のベッドに寝かされていた。点滴に尿を排するためのカテーテルと、この辺は慣れたものだ。しかしそれに代わって厄介なことが体に起きていた。口の中や舌にも出来物らしき膨らみがいっぱいあった。そして喉と腹に延々と針で刺すような鋭い痛みが続いている。唾液を飲むだけで激痛が走るのは絶対に普通じゃない。なんとか症状を収めてもらおうとナースコールを押すと、佐竹さん大丈夫ですか。大丈夫じゃないです。すぐに医師がやってきた。俺は一体どうなったんですか。あなたは劇薬を飲んだことで消化器官に多大なダメージを受けています。口や舌には潰瘍、さらには食道の一部に穴が開いているらしい。何より驚いたのは医師の次のセリフだった。佐竹さん、自ら死のうと毒を飲んだのではないですね。なぜかこんな質問をぶつけられたからだ。フィアンセもいる。もちろんそんな気は毛頭ない。いえ、自殺なんてしません。違うのですね。了解しました。無職になったくらいで命を絶つほど俺のメンタルは弱くないのだ。実はあなたの唾液や尿からパラコートが検出されたんです。パラコート。はい。聞けばそれは強力な除草作用を持った農薬、飲めば命に関わる猛毒だった。パラコートとはイギリス原産の歴史ある除草剤だが、飲んでしまうと多くの臓器に壊滅的な損害を与える。さよなら。その毒性から自殺や他殺など多くの事件を起こしているのだ。その中でも最も有名なのが1985年に起きたパラコート連続毒殺事件だろう。自動販売機の取り出し口に毒を仕込んだ飲料を置いたのです。取り出し口に。ええ、機械の故障だと思ってそれを飲んだ12人が犠牲になりました。佐竹さんの場合、飲んだコーヒーに入れられていたと。なるほど、理解しました。事件の真相を知りたいところだが、俺は何より体を治すことが先決だ。しかしその思惑は大きく空振ることになってしまう。横断がひどい。肝機能が低下しているのか。尿はどうだ。量が少なく血も混じっています。俺はパラコートの毒性を甘く見ていたのだ。目を覚ました翌日からこちらへ牙を向いたのは腎臓と肝機能の大幅な低下。そのせいで俺は腹の中をミキサーでかき回されるような痛みを味わった。それも収まらぬうちに牙を向いたのは肺機能の低下だった。
人工呼吸器だ、人工呼吸器を早く。いくら息を吸おうとしても吸えない苦しみはまさに地獄だった。しかもこの2つの症状が重なった時は一度心臓が止まった。患者のバイタルはまだ回復していません。ならもう一度だ。電気ショックを連発する壮絶な状態になった。しかしギリギリのところで俺は命の危機を脱した。佐竹さん、よかった、回復傾向になってきました。はい、少し楽になりました。本当にありがとうございます。今回は本当に死ぬと思った。怖かった。俺は医療スタッフに感謝した。その2日後、俺はついに刑事の口から事件の顛末を聞くことになる。今回の事件は愉快犯、快楽殺人で犠牲者は4人ですわ。え、4人も？他の人は？佐竹さん以外全員亡くなりました。なんということだ。加えて俺があの日選んでしまったコーヒーは偶然農薬入りの罠と同じ商品。そのため気づかず罠にはまり、取り出し口には通常の商品が残っていたそうだ。犯人はね、おそらくはこの海老川、極道崩れなんですがね。こいつはあのすれ違った男。多分めたくそに殺されてますわ。え、殺されて？ええ、京極組の連中が目の色変えて追ってましたから。推測だと付け加えながら、ベテラン刑事の話はこうだった。海老川、波紋になった人間がうちの島で何しとるんじゃ。くが、毒で死ぬ人間って見てて面白くない？海老川を追っていたのは久我という強烈な武闘派極道。何一つ笑えねえな。お前、うちの恥だ。もう死んでくれよ。死ぬのはてめえだよ。ナイフに毒塗ってもよ。え、はよ。久我に狙われて逃げられる人間はほとんどいないそうで。すっとるやつは意味ねえんだよ。最速で死んどけ。簡単に死ねると思うなよ、外道が。神儀外れが京極組に捕まれば、待っているのは苛烈な拷問らしく。油風呂ってやっぱ熱いの？あ？罪もない仇を殺したクソが苦しんで死ね。海老川は殺されたと。まあ推測の意義は出ませんが、海老川が完全に行方不明なので遠からずでしょう。犯人はきっと極刑になるかとは思いますが、確かに超越する制裁ですね。無法の世界に生きる人間か。俺には関係ないが、とにかく次の犠牲者が出ないことが一番だ。そうして事件から一月後、俺はなんとか退院することができた。驚くべき生命力です。正直何度ダメかと思ったことか。本当にありがとうございます。先生がいなかったら死んでました。なんとか命を拾うことができたが、入院費で金が飛んだのは痛い。早いとこ収入をなんとかしないと。本気で路上生活だぞ。とりあえずは職安に行って失業手続きと事情の説明だな。俺の名前は佐竹博文。やばすぎる。なんだこの男は。殺すぞ、放火魔。完全に現れた悪魔を見て声が出なくなった男だ。暦の上では春らしいのだが、まだまだ寒い日々が続いている。ひろふみ、私1週間出張だからね。ちゃんとご飯食べてよ。そんな朝の布団はまるで沼。この心地よさから抜け出すのは至難の業だ。この頃思い返すと、灼熱の大地セントラリアで焼け死にかけた。おお、下半身が燃える。未踏歩ラジョダダ山では投資仕掛けた。どうだ、どれだ。まさに決死。鬼頭との秘境への旅が続いていた。死の重圧ってのは心を削るんだ。もうちょっとだけ日本にいる時くらい自堕落な日々を過ごしても罰は当たらんだろう。その日の昼だった。ああ、引っ越しか。丁寧に運べ。傷一つつけたら殺すからな。はい。長らく空き部屋だったうちの下に新たな入居者がやってきたのだ。人は見かけによらぬものということわざはあるが、俺は見かけによると思う。かなり怖そうな人だったな。いらぬご近所トラブルはごめんだ。足音とかに気をつけて過ごすとしよう。しかしその日の夜から俺の生活は壊れ始める。あ、一体何時だと思ってるんだ。最高に食べるぜ。下から一日中聞こえてくるのは大音量で流れるヘビーメタル。騒音はそれだけにとどまらず、翌日には、おい、殺すぞ。これ包丁はやめて。一体どうなってるんだ。怒鳴り声や物を叩きつける音が聞こえてくることもしばしばだ。俺は先のことを大家に相談した。そうですか、じゃあ今度注意をしておきますよ。すみませんが、よろしくお願いします。なんだか心配になる対応だったが、これでしばらく様子を見よう。その翌日だった。
ケツ売れこのバカ女この曲最高全く良くならないじゃないか。待てど暮らせど騒音が止むことはなかった。そんなある日のこと、俺はゴミ捨て場で例の男女を見かけた。分別ってした方がいいんだっけ。んなもんやらなくていい。シューシューにやらせりゃいいんだ。見ると彼らは分別もせずにゴミを捨てようとしている。この地区は完全分別がルールだ。これは同じアパートに住む者として注意せねばならんな。分別がされてないとゴミが残置されて悪臭などの原因になる。男は怖かったが正義感が勝った俺は二人に歩み寄った。すみません。しかし俺は女が捨てたゴミ袋の中にとんでもないものを見つけてしまったんだ。それは赤い液体がついた糸の子。俺は一瞬のうちに用意していた言葉を忘れ愕然と立ち尽くしてしまった。なかなか話し出さない俺に腹を立てたのか。え、誰だてめえ。なんか文句ではあんのか。何こいつ、やっちゃおうよ。男が荒々しい口調で歩み寄ってくる。情けないが完全に戦意喪失。あ、いや、すみません、人違いでした。俺はその場を適当にごまかすことしかできなかった。そうして逃げるように自宅に帰ってきた俺だったが、あのゴミ袋の中身が頭から離れない。あれって血だよな。まさか人間を。嘘だろ。あらぬことを想像してしまう。それからもう一つ思うところがあった。濃いクマにこけた頬、あの見た目って。そうだよな。俺はこれまで何とか中毒者の顔を見たことがあるが、殺しちゃうよ彼らの顔は完全にそれだったのだ。何かが起こってからでは遅い。俺はもう一度大家に相談しようとしたのだが、あれ、繋がらないと思ったらもう17時過ぎてるのか。その日の営業時間はすでに終わっていたため明日改めることとした。しかしその悠長な判断が甘かった。私は取ってないって。さつけくさま、お前が取ったのあれ見えてんだよ。うお、朝っぱらから激しいな。翌日俺はあの二人が激しく言い争う声で目が覚めた。口喧嘩なら前にも何度かあった。あらら、頭の中でキゲロのおっさんが暴れてるんじゃ。お願いだから落ち着いて。しかしその日はいつもとは様子が違った。なんというか女性がひどく怯えているのだ。さすがに警察を呼ぼう。そう思いスマホに手を伸ばしたその時だった。おっさんが殺せと言っているんじゃ突如として銃声のような鈍い音が轟いたのだ。直後女性の声はしなくなった。そしておじさんが全員殺せと言ってるんじゃ。だから殺せ。まずは上のやつから。おお、死ぬ死ぬ。あろうことかやつは上に向けて銃を撃ちまくってきたのだ。この状況では命が何個あっても足らん。ここから逃げないと。そう言って玄関に向かった瞬間だった。俺の裏に攻めなんて生意気なんじゃ。あ、一発の弾丸が俺の右肩を貫いたんだ。痛い。だがここで止まればまた撃ち抜かれる。死んで止まるか。俺は悲鳴を上げる肩を抱え、なんとか家を飛び出た。すると同じタイミングで家から出てきたミオと鉢合わせた。ちょっとヒロさん、これ一体何事？てか絶賛流血中じゃん。銃を持って暴れてる奴がいる。ミオも逃げるんだ。やば、暴れてる奴ってあれ？そう言ったミオの指の先に目をやると誰か俺を止めてくれ。ポリタンクを持ってアパートを飛び出していく男の姿があった。このまま奴を野放しにしていたらとんでもないことが起きてしまう。まずい、放ってはおけんぞ。え、嘘でしょ。ヒロさんその体で追いかけるつもり？俺のことは大丈夫だ。ミオ、警察に通報しといてくれ。了解。ヒロさんの正義感マジで不幸体質。己の性分に嫌気はさすが、行かなければもっと多くの犠牲が出てしまう。急いで後を追うと奴は何かの施設へと入っていった。あれは何の施設だ。しかし撃たれた右肩が痛み、全速力で走ることができない。やっと追いついた俺だったが、そこにあった光景に言葉を失った。いや、しまーす、金色のおじさんの命令です。おお、何をしてやがんだ。なんと奴はガソリンを撒き散らしていたのだ。そこにひどく慌てた様子のスタッフがやってきた。落ち着いてください、山本さん。頑張って自分と向き合いましょう。うるせえ、お前らはダニー。ここは更生施設ダルクか。そう言うと山本は、全然治らねえ、お前ら責任取れ。やめて。火をつけたジッポを床に放ったんだ。まずい。その瞬間、灼熱の炎が施設内を一気に包み込んだ。逃げるぞ、中の人を誘導して。はい。おじさんが喜んでやがるぜ。おお、無
無論施設内は大パニック。住人や職員が逃げ惑っている。そして奴はフラフラと外に出た。もっとね、元おじさんを喜ばせねえ。まだまだ火が取らねえ。さすがにこれ以上の被害はまずい。警察はまだか。その時だった。おいおっさん、お前がうちの島でお薬さばいてた山本か。突然紫色の髪をした凄まじいオーラを放つ男が現れたんだ。なんなんだこの猛獣のような男は。あまりの先に声を出すことすらままならない。答えねえってことはお前なんか言って。いや、わかる。この男は何かまずい。ここで声を出さねば俺は死ぬ。違います。俺は山本じゃありません。山本はあっちです。間一髪、俺はなんとか声を振り絞ることができた。おじさん、山本じゃないのね。はい、佐竹博文です。山本は あの男です。おお、確かにおっさんそういう目してねえわ。おお、なんなんだこの男は。肉食獣のようだ。間違えてすまなかったな。あと今から起きることは全部忘れた方がいい。すさまじい殺気だった。そう言うと男は山本の方へ向かっていった。それからは一瞬の惨劇だった。グリンクリー、この世界は辛く悲しい。グリアー、やばすぎる。強靭だ。持ってけ、水産工場だ。はい、了解しました。愕然と突っ立っていると山本を担いで男は消えた。直後、到着した消防隊により無事火は消し止められた。生存者発見、怪我はないですか。肩がちょっと。一階は消失してしまったが、奇跡的に死者は出なかったようだ。それにしてもあの男に睨まれた時の心臓がいてつく感覚が忘れられん。今までで一番死を感じたかもな。最近は凄まじいオーラを持つ男に頻繁に出くわす気がする。これが何かの予兆でなければいいのだが。俺の名前は佐竹博文。女を切り刻める、ラッキー。てめえは殺す。フィアンセを守ろうとする謎の男に運命を託す男だ。先日俺は知恵と一緒に黒煙街の広場を訪れていた。うわ、すごい盛り上がりね。本当だな、はぐれるなよ知恵。ここで開かれているのはタイフェスタだ。トムヤム君の出店だって。あっちにはムエタイ体験なんてのもあるぞ。いろいろ魅力的なお店があるのだが、俺の目当てはこのソムタムプーの店だ。これを食べに来たんだ。相変わらずすごい匂いね。いらっしゃい、旦那。ソムタムプーとはタイのイサン地方の有名カニ料理。タイ直送の騒がりの風味と絶妙な辛さが癖になるんだ。このタイフェスタは3ヶ月前にも一度開催されており、うまいぞ。なかなかいけるじゃないか。私は遠慮しておくわ。その時口にしたソムタムプーの味に俺は魅了されたってわけだ。確かに金魚鉢のような匂いはする。でもそれがいい。うん、私はその匂いがダメ。嗅覚さえ乗り越えれば絶品。乗り越えれば。しかし俺はこの時知らなかった。この料理が自国行きのチケットだったなんて。その後中央にあるステージでは美しいショーが始まった。すごい綺麗。本当だな、知恵とこうやってデートするのも久しぶりだな。それは時の流れを忘れるほど幸せな時間だった。しかしその雰囲気を切り裂くようにそれは襲ってきたんだ。え、ヒロフミ大丈夫？そう、胃に焼け石を入れられたような強烈な腹痛だ。経験値からわかるぞ。まもなくケツの蛇口が壊れて大噴射する。すまん、知恵、トイレに行ってくる。うん。俺は知恵にそう告げると仮設トイレに駆け込んだ。久々のデートでいい雰囲気だったのに。おお、腹の中がマグマのようだ。どうしてこんな時に。これはまあまあのヤバさだ。復活が見えない。ひたすらに水を出し続けていたその時だった。なんだ。突如猛烈なエンジン音と悲鳴が聞こえてきたのだ。何が起きているかはわからない。逃げろ。その叫び声から間違いなく異常事態だ。あ、早く出し切らねば。しかし絶賛止めどなく出ているため立ち上がるなどできない。とにかく体内のものを出し切ろうとケツに力を込めた次の瞬間、お、突如として俺の体に強く重たい衝撃が走ったのだ。お、俺の身に何が起こったのか全く理解ができなかった。何がどうなってんだ。気づいた時には下半身もろ出しの状態で外を転げていたのだから。ふと周囲に目を向けると逃げ惑う人々。助けて、人殺し。中には血まみれで倒れている人もいるではないか。え、なんで。殺されるぞ。あまりに突然の出来事に俺は完全に思考停止。
パンツを上げるのも忘れて呆然と立ち尽くしていると、どけや変な野郎。え、嘘、俺に向かって車が突進しているではないか。そして次の瞬間、露出狂は歴殺。俺はその車に後ろから激しく激突された。そしてなんと車のフロントガラスに張り付いてしまったのだ。おい、何しやがる。前が見えねえじゃねえか。当然その衝撃は俺の腹にも多大な影響を及ぼす。静まりかけていた俺の腹は再炎上。あー、ダメだ、来てしまえ。車に轢かれながらクソを撒き散らすという集体を晒してしまった。しかしそれは意外にも犯人の目隠しとして有効だった。クソがぶつかる。暴走車は蛇行運転を繰り返した後、鉄柵にぶつかって動きを止めた。すると吹っ飛んだ俺に知恵が駆け寄ってくる。ひろふみ大丈夫？うんちが漏れてるじゃない。おお、知恵。ひどい状態だが知恵が無事ならばそれでいい。安心もつかの間、車から降りてきた男を見て俺たちは再び戦慄することに。まだだ、俺はまだ暴れ足りねえぞ。なぜならそいつの手には大きな鎌が握られていたのだから。すると男は次の瞬間、カマキリは強いな。でもなんで鎌持っとんじゃ。足をくじいて倒れ込んでいた老婦に容赦なく鎌を振るったのだ。目を覆いたくなるような凄惨な光景と、そこに一人の男が現れた。おい、お前何してるんだよ。お前が俺をバカにするのが悪いんだ。だから全部ぶっ壊してやるんだ。落ち着けって。気に入らないことがあったんなら謝るから。おお、せえ、俺は誰にも止められない。会話から察するに二人の間で何かトラブルでもあったのだろうか。そしてまたもや悲劇が起きてしまう。俺をバカにしたことを地獄で後悔しやがれ。ボートは男性の首元に思いっきり鎌を振るったのだ。血を流し倒れる男性、その悲惨な光景に俺は我を失った。ああ、ひろふみ、立って逃げないと。ああ、知恵に呼びかけられ俺は慌てて立ち上がろうとした。しかし、うわー、胸がひろふみどうしたの。ひろふみ、急激に胸が強く締め付けられたのだ。ひろふみどうしたの、しっかりして。知恵の問いかけに応じようにも息をすることもままならない。さらにあろうことか男がこちらに近づいてきている。てめえ、よくも俺の車を汚してくれたな。知恵、逃げろ、逃げるんだ。そう叫びたいのに声にならない。まずは女から地獄に送り込んでやる。しゃあ、知恵に奴が襲いかかり万事休す。そう思ったその時、オレンジ色の物体が目の前に凄まじい速さで現れたんだ。しっ、あれ、俺の鎌がねえぞ。クソ野郎、誰の島でこんなもん振り回してんだ。なんだお前は。彼は確か以前町で会ったことがある。それからは瞬く間の出来事だった。島かマーシーか知らんが、俺の邪魔をするな。しっとろいんだよボゲー、鎌は返すぜ。うわ、罪もない肩に襲いやがって、最短距離でしんどけ。彼はたった一発のパンチで男を地に沈めたのだ。あまりに一瞬だったが、ひとまず助かったみたいだ。大丈夫かって、またあんたか。とりあえず今救急車を呼んだからな。ひろふみしっかりして。だが完全に酸欠だ。二人の声はみるみる遠くなっていき、俺は意識を失った。次に目を覚ました俺は病院のベッドの上だった。ここは佐竹さん、ご安心を。ここは病院ですよ。ひろふみよかった。俺は意識を朦朧とさせながらも医師と知恵の姿に安堵した。肺にはまだ若干の違和感が残っているが声は出せる。先生、俺は一体。佐竹さんはウェステルマン肺吸虫症という病気に感染していました。ウェステルマン。混乱する俺に医師は肺の CT 画像を拡大してみせた。ここにヒルのような虫がいるのが分かりますか。こいつが佐竹さんの肺に悪さをしていたんです。お、確かにヒルみたいですね。こいつによって俺は重度の呼吸困難、あと10分遅ければ命が危うかったらしい。俺がかかったのはアジア地域で多く見られる感染症らしい。大フェスタで変な匂いのするサワガニを食べました。原因はそれでしょう。聞くと淡水産のカニを食べるときは十分に加熱する必要があるのだという。退院直前訪れた刑事によると、犯人はフェスに出店していた店の店主だった。隣の店主にからかわれたことに腹を立て及んだ犯行でした。ひどい。そんなことで大勢の人を。
犯人への怒りが湧いてくる。なぜ無関係な人を巻き込んだのだ。それにしてもオレンジの彼には二度も命を救われてしまったな。彼すごい速さだったな。今度会った時お礼しよう。なんだか紅林くんと似たような雰囲気を感じた。なんとか見つけて食事に誘いたいものだ。俺の名前は佐竹博文。なんでしょうか。その赤ん坊を持ってるってことは兄ちゃん下道かい。とんでもないオーラの筋物に明らかに殺されかけている男だ。どういうわけか俺は昔から犯罪やトラブルに巻き込まれやすい体質だ。挟み撃ち！お前殺す。え、なんで？まあ自分から首を突っ込んでいることも多いのだが。そんなわけで足を運んだのが新しくできた大型商業施設。米国からの初進出だけあって本当にでかいよな。まあ防犯グッズを購入しようってわけだな。よそ見しながら歩いていると不注意で人とぶつかってしまった。ごめんなさい。謝罪の言葉とともに視線を戻した俺は自分の軽率さを後悔した。なぜなら俺がぶつかったのは明らかに本職だったからだ。目移りしながら歩いてると危ないぜ兄ちゃん。気をつけな。はい。この一目でヤバいとわかる威圧感、絶対にただものじゃない。すると彼の口から思わぬ問いかけがあった。兄ちゃんに一つ聞きたいんだが、ここで赤ん坊を見なかったか。赤ん坊ですか。見てませんが、よかったら総合案内に伝えましょうか。いや、見てねえならいいんだ。俺の提案に首を横に振ると男性はそのまま去っていった。防犯グッズを買い終えて休憩コーナーで一服をしていた時だ。お、なんだ？何かか細い鳴き声のようなものが聞こえたような気がした。猫でも迷い込んだのか。そう思って缶を捨てようとしたその時だ。は？ゴミバカの中を見た俺は我が目を疑った。なぜなら中に赤ん坊が入っていたからだ。嘘だろ。早く出してやらないと。これには驚きすぎて心臓が止まるかと思った。なんとかゴミ箱から助け出すと赤ん坊は泣き声を上げた。この子いつからあの中にいたんだ。体も子供にしては冷たいし声も弱々しく感じる。まずい、これはかなり弱っている。何よりまずは病院だ。その後で親を探すために警察でいいな。赤ん坊を見捨てることなどできるはずがない。とにかく最善を尽くす。119番に通報した直後、なんとフロアの中に轟音が鳴り響いた。なんだ。なあ、火柱。慌てて巡らせた目に映ったのは商品棚を越すほどの火柱だったのだ。まさかこのタイミングで火事か。こっちは赤ん坊を連れてるんだぞ。逃げろ。火事に巻き込まれるなんて冗談じゃない。慌てて逃げようとしたその時だ、俺の目の前に一人の男が現れた。おい、お前ガキを連れているな。そいつはお前の子か。格好、目つき、手に持った火炎瓶、全てがやばい。なんでそんなことを聞くんですか。いいから答えろ。そのガキはお前の子か、それともここで拾ったのか。しかもこいつ間違いなく赤ん坊を狙っている。ここで正直に答えるほど俺は無慈悲でもバカでもない。ああ、この子は私の甥っ子です。俺は商社マン時代に培った営業スマイルでそう答えた。しかし帰ってきたのは納得ではなく、なんとか塩瓶だった。嘘つきの笑顔だ。そいつはここで拾ったガキだろう。なんだと?営業スマイルが通じない。まさか昔からお客にそう思われていたのか。いずれにせよこいつは狂ってる。赤ん坊を守るには逃げるしかない。すぐに救急隊も来るはず。それまでの辛抱だ。燃えろ。警察が来ればさすがにあの男も逃げるかおとなしくなるはず。とにもかくにも今は時間を稼ぐ必要がある。ここは下手に逃げるよりもどこかに身を隠した方がいい。幸いにもこのフロアはキャンプ用品売り場、隠れる場所には困らない。俺はテントの一つに飛び込んだ。よし、ここでやり過ごす。頼むから静かにしてくれよ。やつの気配を感じながら息を潜めた。息が詰まりそうになる時間の中、少しずつ離れていく狂人の気配。腐ったれあの野郎、どこへ行きやがった。なんとか切り抜けたか。突きつけられた危険が遠のくのにほっと息をついたその時だった。なんとけたたましいアラームが鳴り響いた。あ見れば赤ん坊が購入したばかりの防犯ブザーのスイッチを引っ張っているじゃないか。轟音を聞いた奴が俺たちに襲いかかる。見つけた。防犯用ブザーによって犯罪に巻き込まれるという強烈な矛盾。おいや。俺が飛び出すのと同時に身を隠していたテントは炎に包まれた。ところどころ体を焦がしながら陰に逃げ込んだ。ここなら時間を稼げる。
すると見知った影が現れたんだ。おめえさんは？あなたはさっきの。それは俺に赤ん坊のことを聞いてきた本職の男だった。彼は俺の腕に抱いた赤ん坊を見ると表情を険しくさせる。おめえさん、その赤ん坊はどうした？ここで保護した。あんたもあの放火魔もどうしてこの子にこだわるんだ？もう取り繕うのも必要ない。俺は疑問を投げかけた。そんだけしっかり抱いてるんだ、守ってくれたんだろ兄ちゃん。ああ、こっちは丸焼きにされそうだったんだ。説明くらい聞きたい。わかった、いいだろう。男が言うには、きっかけはとある大物代議士の令嬢と極道の青年が恋に落ちたことだった。俺と結婚してくれないか？え、嬉しい。愛し合う二人は結婚の許可をもらうために代議士の元へ向かった。しかし代議士は二人の仲を許さなかった。ヤクザ不正だ、思い上がるな。やめて、首を抜けるって言ってるじゃない。家族に反社の人間がいるなど政治家にとって致命傷だからだ。だが彼らには別れられない理由があった。中にはあなたの赤ちゃんがいるの。なんだって？令嬢は青年の子を妊娠していたのだ。子供のことを知ってもなお認めない代議士に二人は駆け落ちをしてしまう。男と赤ん坊を始末しろ、娘も構わん。ご子息まで殺すなんて政治家は怖い。その代議士はなんと裏の人間を使い、この事実を闇に葬ろうとした。そして令嬢たちは死角に見つかり、子供を連れて逃げろ。パパ燃えてます。あなた！その青年は妻子を逃がすために殺されてしまったという。令嬢も必死に逃げたが、追っ手は振り切ることはできなかった。ごめんね、きっと誰かが迎えに来てくれるから。せめて赤ん坊だけはと例の場所に隠した。工藤さん、お願いします、赤ん坊は新しくできた須作町の量販店に。ママ燃えてます。そして彼女も命を落としたそうだ。死んだ旦那はもともとうちの人間だ。その子供を守ってやっても罰は当たらねえ。そうだったんですか。男の話を聞いていたその時だった。放火魔が俺たちを見つけてしまったのだ。見つけた。お前もガキもケバブにしてやるぜ。なんて悪趣味な。ここまで距離を詰められては逃げることもままならん。どうしたものかと考える間もなく無慈悲に吐き出されるグレンの炎。ヒューバブバブケバブ。男は右へ、俺は命がけで左に飛ぶ。おまずい、通路が塞がった。分断されてしまった。本職の男がその崩れ落ちた棚の向こうに行ってしまったのだ。迫り来るグレンの死。さあもうそろそろ燃えてちょうだい。それを前に俺が行ったのは、胸に抱いた赤子を守ることだった。一切の容赦なく浴びせられる炎。ほらガキどもども焼き豚になれや。毛と肉が焼ける異臭が鼻をつき、炎に炙られた場所が強烈な痛みを伝えてくる。こちらを笑ういかれた声。幼い命を奪おうとする悪魔に俺の頭の中で何かが切れた。負け犬の遠吠えかもしれない。こっちは飛行機が落ちても生き残ったんだ。お前の炎なんかで死ぬか。でも笑いながら赤ん坊を殺そうとする奴に何か言ってやりたかったんだ。その時、先ほど崩れた荷物を強引に蹴り破る音が聞こえた。おいい短歌だ兄ちゃん、あとは任せとけ。それは例の辻物の男だった。てめえ何者だ、燃やしてやる。外道に名乗る名はねえな。男は奴へ向けて消火剤を撒き散らした。そして視界を潰した男は瞬く間に放火魔の懐に入った。赤子を笑ってやれるてめえの腹を立つ。はや、その踏み込みはまさに電光石火。一体どんな色かぶちまけてみろや。そして手にしたドスで奴の腹をかっさばいたのだ。放火魔が倒された安心から意識が薄れる中、俺は腕の中のぬくもりが消えたのが分かった。よくやった兄ちゃんの男に、決して忘れねえぜ。そんな男の言葉を最後に俺は意識を手放した。次に目を覚ますと俺は病院の中にいた。背中の火傷がひどいので太ももなどから移植用の皮膚を取らせてもらいました。そうですか。体の方は背中一面とケツの上まで焼けただれ、かなりヤバい状態だったらしい。すると差出人のない見舞い品が届いた。あの赤ん坊助かったんだな。高級菓子折りと共に入っていた一枚の写真、そこには笑う赤ん坊の姿があった。
なんともひどい目にあったが、今回は体を張った甲斐があった。こんな可愛い笑顔が見れたんだ。いつもよりは数倍マシさ。両親はもういないそうだが、こうして笑えるならあの子はきっと幸せになるだろう。俺の名前は佐竹博文。はい、兄ちゃん、早くカフェオレ持ってこい。すいません、ただいま。喫茶店でアルバイトを始めた何の変哲もない男だ。その喫茶店だが、少し治安の悪い黒煙街というところにある。そいつ殺してこい。佐竹君、知りたくなかったら逆らうなよ。無論。常連はあからさまに極道とわかる男たちだが、その分時給が破格なのだ。ちなみに鬼頭との秘境巡りの仕事も継続予定ではある。佐竹、お前は永年契約だ。違約金は高いからな。この男は私のお守りだ。おお、なんだこの凄まじい圧は。というか、辞めたくても辞めれない。そうして初出勤から1週間が経った頃、いらっしゃいませ、客として現れたその男に俺は我が目を疑ってしまう。なぜかというと、何名様でしょうか。一人です。その男の顔は俺とウリ二つだったのだ。ドッペルゲンガーが存在するならば、まさにこの瞬間のことを言うのだろう。ブレンドコーヒーで。かしこまりました。本当に生き写しみたいだ。それからというもの、そのお客は毎日のように店に訪れるようになった。ああ、いらっしゃいませ。どうも。たまたま家が近いのだろう。顔を合わせる日々が連日続いた。それだけ顔を合わせれば自然と会話も生まれるもの。僕、五大出血熱全部だったんです。エボラとか。なんで生きてる。顔は似てても人生は全く違いますね。彼は矢沢と名乗ったのだが、リアクションがよく人懐っこかったんだ。それから3週間が経った頃、俺は矢沢さんのお宅にお呼ばれした。お家にお邪魔するなんて本当にいいんですか。もちろんです。世界一のコーヒーを入れますからね。何やら俺におすすめのコーヒーがあるんだとか。矢沢さんはこの家に住んで7年とのことだったが、その割にはやけに質素というか、殺風景すぎる。適当にくつろいでてください。まあ最近流行りのミニマリストってやつか。この時俺は知らなかったんだ。本場エチオピア直送の豆で入れたコーヒーです。どうぞ。そりゃすごい。いただきます。この一杯が地獄への入り口だったなんて。それからわずか数分後のことだった。なんだこれ。突然全身の力が抜け、意識が遠のいていくのを感じた。気づけば俺は床を這いつくばっていた。矢沢さん、救急車、早く。ギリギリの意識の中で矢沢さんに助けを求める。大した根性だね。さっさと出ろ。うわ。しかし返されたのは俺の意識を刈り取る一発だった。それからどれくらいが経ったのだろうか。寒い。俺は暗く狭く、そして寒すぎる空間で目を覚ました。助けを求めるために声を張り上げようとするも、声は愚か、体が硬直しており全身に力が入らない。ひとたび息を吸えば体内がいてつく感覚に襲われる。それによって息をすることすらままならない。もうダメだ、全てを諦めた。その時だった。あ、貴様、なぜ冷凍庫なんかに入っているんだ。まさに救世主登場。誰かが俺を助け出してくれると思った。体の芯まで冷え切っているが、お前が矢沢だな。違う。でもなぜ自分の家の冷凍庫に。何か変だが、とりあえず来なさい。その言葉を最後に俺の意識は再び闇に落ちた。次に目が覚めると、俺は暗い地下室にいた。まあ、ここは。目が覚めました。一条の兄貴、この人です。さすがに本人だろ、野島。そして寝ぼけ眼に映ったのは、明らかに仇じゃない男たちだった。特に左側の男からはとてつもないオーラを感じる。おじさん、名前なんて言うの。名前ですか。佐竹博文です。鋭い眼光の中に宿っている狂気、まるで獣のようだ。お前矢沢だろ。持ってた財布に身分証はあるじゃねえか。嘘はバレる。バレたらひどいぞ。違います。俺は佐竹博文です。矢沢にはめられて気を失ってました。絶対殺される。俺は自分が佐竹博文であることを必死に主張した。すると男たちの目に走っていた緊張が解けた。信じよう。うちの組員があんたを喫茶店で見たことがあると言っていたからな。はい、本当はしろと思っていました。脅してごめんなさい。
どうやら信じてもらえたようだ。だが状況が飲み込めない。俺は京極組の一条、矢沢は実は凶悪犯罪者だ。借金は3000万以上、殺人も犯しています。殺人だって。その言葉に俺は戦慄した。聞けばあの矢沢という男、重度のギャンブル依存症だったらしい。耐えろ耐えろ、ここを耐えれば絶対に出る。矢沢、貸すのはいいが返せんだな。大丈夫です、次で絶対に大逆転できますから。京極組傘下の闇金から多額の貸し付けを受けていたという。案の定首が回らなくなった矢沢は強行に及んだ。そのうち一発当てるから待ってろってんだよ。取り立てに来た闇金社長を逆に刺し殺し、そのまま逃走を図ったのだ。そんな恐ろしい人間の家に俺は。おそらくあんたを一目見た時にこの計画を思いついたんだろうな。殺して身分証を入れておけば死んだのは矢沢になりますからね。この手のそっくりな人間を殺し自分にすり替える犯行は世界中で起きている。死んでよ、私があなたになるから。矢沢はそれを模倣したと京極組の二人は予測していた。あんたになりすますならすぐに見つかる、あとは任してくれ。あ、はい。すまなかったな、佐竹さん。野島、病院に連れて行ってやってくれ。承知いたしました。それから数日後、この後は区役所か。ずいぶん舐めてくれたな、矢沢。君はもう逃げられない、諦めて死のう。あの二人は矢沢を見つけ出したそうだ。当然奴は俺を装ったらしいのだが。俺は佐竹博文だ、矢沢なんて知らない。佐竹さんはまだ生きている。え、嘘だって、毒を持って冷凍庫に。矢沢、何の罪もねえ人を殺して自分だけ生きようってか。嘘をつき、また嘘重ね、地獄見る。やめろ、来るな。あ、それからの奴はあまりにも悲惨な運命だった。20年のカニ漁か、持つ全部取り出すか、お前に選択権を与える。そして与えられたのは死よりも辛い選択肢だったとか。それから数日後、俺は退院できた。ヤクザの事務所なんて初めてだけど、確か久我君のいるところだよな。そしてその足で京極組の事務所へと向かっていた。理由は一条さんにお呼ばれしたから。情報をくれたお礼を渡すんで一度事務所に来てくださいよ。え、あ、はい。今考えれば圧に押されて了承してしまった感が強い。今日は世話になった人が来るから応接は使うぞ。どうぞ。そんなことを考えながら事務所の近くに来た。ここだな。その時だった。なんだ、突如車のモーター音がけたたましく鳴り響いたんだ。え、嘘だろ。見ればトラックがトップスピードでこちらに向かって来ているではないか。しかもトラックはスピードを緩めるどころかぐんぐん加速してきている。まずい、このままだと衝突するぞ。そう、トラックの向かう先には京極組の事務所があったんだ。さらに俺はその助手席に恐ろしいものを見た。え、あれってダイナマイト？そう、そこにあったのは紛れもなくダイナマイトの山だったのだ。中にいる人たちが危ない。おお、危ない。そしてついに京極組の事務所に突っ込んでしまったんだ。次に頭をよぎるのはダイナマイトの存在。危ない、爆発するぞ。あまりの心配さに俺が駆け寄った次の瞬間、俺は壮絶に吹き飛び壁に強烈に叩きつけられた。そして俺の意識は闇に落ちた。数分後なのか数時間後なのか、俺の意識がほんの一瞬戻った。不発弾よりきつい。すると破壊された京極組の事務所から一人の男が出てきたんだ。きっとあいつだ。俺は写真を撮った。だがそれを最後に全く動けなくなった。次に目を覚ますとそこは病院だった。よかった、目を覚ましましたね。なんで日常的に爆発に巻き込まれるのよ。きっと誰かが救急車を呼んでくれたんだろう。しかしあと1分早く着いていたらもろに爆発の餌食になっていたかもしれない。一条さんたちは大丈夫かな。警察によれば京極組はこの件に関してだんまりを決め込んでいるらしい。きっと京極組は報復するために情報を出さないのだろうと警察は言っていた。修羅の道だな、信じられない。じゃあ警察に提出しなくていいのかな。でもこの時俺は知らなかった。あの時撮った写真がこの事件を動かすなんて。
俺の名前は佐竹博文。人間狩りだ。楽しいな、これ。見つかったら殺される。狩られる魚の気持ちを味わっているごく普通の男だ。この週末は鬼頭からの召喚もない。着いたわね、ヒロフミ。テンション上がるね。よし、久々に楽しもうな。なので久々のデートで知恵を連れて大型プールへと来ているんだ。俺は国内外を問わず無限に襲ってくる修羅場に疲れていた。ほー、癒しだ。癒しがなければ精神的に滅びる。なので我欲を満たしてやろうと一念発起したのである。夏に求める癒し、いろいろあるが、俺の中に明確なことが一つある。知恵、今度の日曜プールに行かないか？郊外に大型のができただろう。え、行きたい。そう、愛する知恵の水着だ。そんなわけで心の栄養剤を求めて俺はここへやってきたのだ。いつかここに来たかったんだ。誘ってくれてありがとうね、ヒロフミ。このくらいお安い子用さ。知恵の好感度も稼げるし、まさに一石二鳥だ。煩悩の赴くままに着替えを終えた俺は心の栄養剤が来るのを待っていた。知恵はどんな水着を着てきてくれたんだろうな。愛する彼女のあで姿見たいだろう。しかしそんなご気楽気分は一瞬にして覆ることになる。野島、のんびりとプール泳ぎたい。先に仕事をしてくれるとありがたいです。遠くからどう見てもヤバい人たちが隣に座ったからだ。なんだあの男は、まとっている雰囲気が明らかに普通じゃない。このプール波が立つんだろ。うちを舐めたやつを刻んで人間流しそうめんにしていい？森若の兄貴、一般の方がいますので勘弁してください。しかも不穏さしか感じない会話。人間流しそうめんってなんだ。しかもあの射程は確か京極組の青年だ。今日は関わりたくない。そしてもう一人の男がなんかやばい。とにかくここにいてはまずい。離れないと。下手に動いて因縁をつけられたら間違いなく死ねる。そうしていると更衣室から知恵が出てきてくれた。ヒロフミ、お待たせ。全然待ってないぞ。知恵、よく来てくれた。お前は俺の救いの女神だ。この機を逃すのはアホというもの。俺は知恵の肩を抱くと足早にその場を離れた。野島、周りの人も人間流しそうめんに呼んであげたら。本当にダメです、森若の兄貴。なんか言ってるか全力で無視だ。さて、ここの名物は本物の海水を利用した波が起こるプールである。おお、すごいな。これがまたよくできていて本物の海に来ているみたいなのだ。さすがにサーフィンをしているやつはいないが、それでも浮き輪があれば波乗り気分は味わえる。気持ちいい。これには知恵も大満足といった感じだ。水遊びというのは楽しいものだが、その分体力を使う。お腹も空いてきたし、お昼買ってこようか。いいの？ありがとう。そうして知恵をプールに残して注釈を手に入れたのだが、なんだあの男たちは。またしても俺はデンジャーな奴らを目の当たりにしてしまった。この季節に黒ずくめのサングラス、もう一人は殺人を犯してそうな男だ。例の装置は完璧なんだね。今までの経験を思えば厄介事の匂いしかしない。なのでついつい俺は聞き耳を立ててしまった。うまくいけば増波装置は暴走します。よし、これで死人でも出ればこのプールも終わりだ。その結果がこれだよ、コンジクショー。奴らの目的はここの装置を壊すことだと分かったが、どうしたらいい？警察か？それともスタッフに言うか？でも詳しい経緯が全く分からん状況だと説明もままならない。とにかく誰かに伝えておこうと振り向いた瞬間。あれ？いい女連れてた兄ちゃん。なんと少し前に出会ったヤバい男と目が合ってしまった。その流れで射程の男が声をかけてくる。おお、あなたは佐竹さん。ちょっと聞きたいことがあるんです。なんでしょう。俺は巻き込まれることはあっても、あんたらに目をつけられることはしてないぞ。ここで怪しい奴らを見ませんでしたか？悪人の感じがする人とか。怪しい奴？あ、奇遇だ。今さっきもろにビンゴな奴らの密談を聞いたぞ。俺は藁にもすがる思いで先ほどの不審者のことを話した。増波装置って波を作る機械でしょうか？それが暴走したらえぐい津波とか起きるのかな。やばいね。津波だと？それを聞いた瞬間、俺は全身の血の気が引くのが分かった。聞いたことがある。中国のプールで人工波の大事故があったはずだ。津波が！なんで？なんてこった。プールには知恵がいるんだぞ。まずいです兄貴、そんな事故が起きたらこの施設は壊滅です。親父に止めろって言われてたの、それ？さようです。俺が度肝を抜かれている間に男たちは走り去ってしまった。こんな狭いプールで津波なんて大惨事になる。一旦知恵をここから避難させないと。あ、いた。プールへと目を向けると、そこにはのんきに泳ぐ知恵の姿が。もしかしたら俺の考えすぎかもしれない。あの連中が何とかする可能性もある。知恵、一旦プールから上がろう。飯も買ってきた。もう遅いよ、暇すぎ。
だが俺は経験上知っている。こういう時の警戒はしすぎることはないと。その時聞き覚えのある声が耳を打った。人間狩りなんて久しぶりだな。まずは一匹。クソったれ、何なんだこのイカレ野郎は。見ると秋の形相で不審者を追うヤバい男の姿が。奴らは周りのことなど微塵も考えていなかった。ドギクソシロだれ。ヒロフミ。おかげで俺はプールの中へと弾き飛ばされてしまった。さらに間が悪いことにここでプールに異変が現れた。ヒロフミ、あれ。おおおおおおおチエ逃げろ。そう、向こう岸から現実とは思えないほどの巨大な波が押し寄せてきたのだ。波の速度は俺が考えるよりも断然速い。こうなったら。でもヒロフミ。いいから先に逃げるんだ。言うことを聞け。せめて知恵だけでも被害がないようにしないと。そしてなんとか知恵を逃がしたところで最悪はやってきた。飛び込むぞ、うひゃー。大人の身長の3倍はありそうな巨大津波。それはもはや水の壁だった。そこから先は筆舌しがたい状況だった。あがらうことなどできない強烈な力で流され、人や物にもみくちゃにされる痛み。水中を漂う物の中には気を失っている客などヤバい者も多く、それが容赦なくこちらへ叩きつけられてくるのだ。そうして酸素不足で肺が爆発しそうになった頃、ようやく津波の勢いが衰えた。これ以上使っていたら窒息だった。俺は寸出のところで何とか脱出した。そうして辺りを見回した俺は自らの不運を恨むことになった。あいつどこだ。適当に投げたら当たるかな。なぜなら魚を狩る用の銛を手にしたヤバい男がキョロキョロしていたからだ。こいつはヤバいと確信した俺はすぐさま水の中へと避難した。なんとか気づかれずにここを離れないと。俺にはわかる、奴は笑顔で人を狩るような狂人だ。しかし次の瞬間、俺はある男を見つけてしまった。あ、この男は。クソが、森若、マジで狂ってやがる。例の不審者を水中で発見したのだ。貴様、この混乱の犯人だろう。めんだ、てめえはぶち殺すぞ。見逃すわけにはいかないと揉みくちゃになったのだが、それが悪かった。奴は海パンに刃物を隠していたのだ。じゃあ死ねよ、この身の程知らずが。そして俺は水中で腹をえぐられてしまった。だが揉み合ったことにより、あ、ゴーダ見つけた。虹色のレーザービーム。不審者をあのヤバい男が発見、森を投擲して一発で貫いたのだ。こんな怪我を負った以上は事の次第を知りたいと思った。ヒロフミ、しっかりして。ヒロフミ、救急車を呼びました。早くこっちへ。しかし津波に腹をえぐられるダメージで限界だった俺の体はそれを許さなかった。ゴーダ、てめえこっち来い。新鮮なうちにさばいてやる。そして不審者はそのヤバい男に引きずられ消えていった。次に目が覚めると俺は病院の中にいた。おお、腹が突っ張る。佐竹さん、意識が戻ってよかった。幸いお腹の傷は内臓を傷つけてませんでした。命に別状はないですよ。そうですか。この言葉には心の底からほっとした。その後、例のヤバい男の子分の人が見舞いにやってきた。今回は本当にありがとうございました。佐竹さんが犯人と揉めていなかったら取り逃がしてました。はあ、本来警察に引き渡すべきなので俺としては何とも複雑なのだが、聞けば彼らの上司はプールのオーナーの知り合いだそうだ。ゴーダって男は商売敵が雇った反社で、あそこで死亡事故を起こそうとしたと。はい、そのために増波装置に細工をしていた外道です。確かに警察は事件が起きてからだ。無関係な人たちに被害が出なくてよかった。幸い津波の死者はなく、商売敵へは警察の調査が入るそうだ。佐竹さんのおかげです。いえいえ、久我君には何度も助けられてますから。正直俺は暴力による解決は好まない。平和を愛する男だ。ヒロフミは最近誰かのためにずっと怪我してるわね。彼らと違って喧嘩は弱いからな。だけど人助けと思うと体が動いてしまうんだよな。俺の名前は佐竹ヒロフミ。いいから金を出せって言ってるんだ。俺は本気だぞ。落ち着いてください。なぜか銀行を襲撃しているごく普通の男だ。前世でどんな業を背負ったのか知らんが、俺の人生は不幸が多い。外道に生きる資格なしだ、兄ちゃん。え、嘘、俺ですか。大きなお魚さん見つけた。早くさばいてあげないとね。しかも最近じゃ狂人ヤクザとの遭遇率が異常に上がっているんだ。その度に感じるのは、俺は至極非力だということ。ヒロフミ、ヒロフミ、頑張って。
んなんじゃダメだ。もっと強い男にならねば。このままではもし知恵が襲われた時に守ってやることもできない。そう奮起した俺は花宝町を訪れていた。初めて来たけど結構賑やかなんだな。この町にある御田道場で護身術のワークショップが開かれるというんだ。目的地まではすぐのはずなのだが、俺はいつの間にか裏路地へと迷い込んでしまった。あれ？入る道を間違えたか。一旦大通りへ戻るか。ここは人気がなく雰囲気が怖い。長居すると不吉なことが起こりそうだ。すると次の瞬間、その予感が的中する。そこのあんた、ちょっといいかい？その声を聞いた途端、全身におぞけが走った。しかし聞こえないふりをするにもさすがに無理がある。あ、はい、なんでしょう？キョロキョロしてるが、何かよからぬことを図っているんじゃないだろうね。そこにいたのは明らかに仇ではない男たち。特に緑髪の男から感じるのは獣のようなオーラ。路地裏で悪事をする奴は死んでもいいね。否定しないってことは。いや、私はただ恩田道場に行きたいだけです。俺はギリギリで何とか声を振り絞った。すると若い兄ちゃんの声色が変わった。ああ、恩田道場なら突き当たりを左に曲がればすぐっすよ。ああ、そうなんですね。だが不自然だね。なんでこの道を通るんだ。初めて来たもので迷い込んでしまいまして。しかし隣の男が怖すぎる。ありがとうございました。時間がありますので失礼します。あとこの道物騒だから夜は通らない方がいいですよ。礼を伝えると俺は逃げるようにその場を後にした。その甲斐あって道場には時間通りにたどり着くことができた。武器を持った相手には素早く身を引き、左腕で武器の軌道をそらすんだ。あいやー。ワークショップではいろんな状況に応じた護身術を実践形式で教わった。そうして2時間みっちりのワークショップを終え、俺は上機嫌で帰路に着いた。なんだかちょっと強くなった感じがする。なんか護身できる気がするぞ。だが上機嫌になった俺は知らぬ間にまたもやあの道に入り込んでいたんだ。そんなことはつゆ知らず、その道を歩いていると、5人目見つけた。よし、こいつで最後だな。目の前にいきなり2人の男が現れた。しかも男の手にはスタンガンが握られている。おとなしくすれば痛い思いはしなくて済むぜ。何をするつもりだ。落ち着け、さっき習ったばっかだ。武器を持った相手の対処法は、ダメだ、焦って全く思い出せない。すると男は容赦なく俺にスタンガンを振りかざしてきた。従わねえとはいい度胸してるじゃねえか。電撃じゃ、しびれるね。それを避けられるわけもなく俺の意識は消えた。俺が次に目を覚ましたのはベッドの上だった。もう、ここはローラー、病院か？だが意識はかなり朦朧としており、ろれつもうまく回せない。記憶も曖昧で、その感覚は酒を飲みすぎた時のようだった。なんで俺はこんなところにいるんだっけ。まあいいか、もう少し寝るわ。明らかに異常な状況にいるのに、俺は危機感をみじんも感じていなかった。後に知ることになるのだが、この部屋にある加湿器が元凶だった。そこから噴霧されていたのはスコポラミンという凶悪な物質。それを過度に吸入すると、自らの行動に対する意志がなくなり、まるでゾンビのような状態になってしまうという。お前は俺のペットだ。さあ服を脱げ。はーい、脱ぎます。入手も比較的容易なため、それを悪用した犯罪も多いらしい。そんなことも知らずのんきに寝ていると、おい、起きろ、お出かけの時間だぞ。お出かけれるか。突如ガスマスクをつけた男が部屋に入ってきて俺を連れ出した。そのまま俺は黒いワゴン車へと乗せられた。新入りだぞ、仲良くしろよ。たまです。おい、仲間が増えた。よろしくどうぞ。中にはすでに4人の男が乗っていたのだが、心なしか全員目の焦点が合っていない。すると助手席に座っている男が俺たちに向かって口を開いた。いいか、俺はお前らのご主人様だ。いつ何時も俺の命令には従え。そうすれば幸せになれるからな。はい、ご主人様、幸せになりたいです。この時の俺はもう完全に傀儡と化していた。そうして連れてこられたのは花宝町にある銀行の前。今からお前らには銀行強盗をしてきてもらう。何をしてもいい、3000万をこのバッグに詰めて持ってこい。強盗、それってやってもいいんだっけ。その言葉にはさすがに正気を戻しかけたのだが、
いいに決まってるだろ。できるよね。了解しました。銀行ごとします。その薬がまたもや俺の自我を奪った。そして俺はついに言われるがまま強行に及んでしまう。うわあ、全員おとなしくひざまずけ。言ったな。金を受け取ったらあいつら置いてずらかるぞ。おうよ。犯人たちがこんな会話をしているとも知らずに銀行内に突入するとすぐさま警備員が叫んだ。自分が何をしているのか分かっているのか。凶器を捨てなさい。うるせえ、どけ。うお。しかし俺は彼らにも容赦なく牙を剥いた。この時の俺たちは理性を刈り取られた野獣だった。クビンが俺たちの邪魔すんじゃねえ。ごえー、静かにしろって言ったんだ。死に。仲間も一切容赦することなく暴れ回っていた。そして俺は受付にボストンバッグを差し出した。ここに金を詰めろ。3000万だ。早くしろ。はい、ただいま。その時には銀行内は恐怖に包まれ静まり返っていた。その時奥の方から一人の男が現れた。銀行強盗に入るバカなんて全然羨ましくねえな。それは聞き覚えのある声。うるせえぞ、おとなしくしろ、邪魔ないと。と叫んだ次の瞬間、突如俺の脇腹をとてつもない衝撃が襲った。うるせえんだクソゲドウがよ。それは車に突っ込まれたかと思うほど凄まじい衝撃だった。薄れゆく意識の中顔を上げると見覚えのある男たちが立っていた。はあ、あれ、イブの兄貴、この人って昨日の。ああ、俺も今気づいた。それにこの目、役で犯されているな。おそらくここに主犯はいねえ。アビル、暴れてんのは仇だ。全員眠らせるだけにしろ。了解しました。それからは瞬く間の出来事だった。おとなしく眠ってろよアホが。若い方は気合があった。緑の方は異次元。悪いなあおっさん、手加減するな、痛むぜ。手加減と言っていたが事故みたいだった。その光景を最後に俺の意識も闇に落ちた。そして目が覚めると俺は病院にいた。ああ、ここは。あ、よかった、目覚ましましたね。隣には道場までの道を教えてくれた青年が立っていた。聞けば彼は川内組のアビルと名乗った。イブの兄貴が殴ってしまって申し訳なかったと、やむを得なかったと。ああ、大丈夫ですよ、折れてはないみたいですし。まあひびはがっつり入っていたのだが。その後俺は彼から今回の一件の顛末を聞いた。そんなことをこの俺が。怪我人は。安心してください、佐竹さんの無実は証明済みですし、重傷者は佐竹さんだけでした。記憶はぼんやりとしか残っていないのだが、誰も傷つけていないのならよかった。次に気になるのは俺を傀儡にした犯人たちのこと。それならガランっていうグレンタイス、同じ手口で何度か下方町の店が襲撃されたことがあるんすよ。そうなんですね、早く捕まればいいけど。ああ、それなら今頃この世から消されてると思うのでご安心を。え？恐ろしいことをさらっと言う彼に俺は思わず聞き返してしまった。詳しく聞くと、彼と一緒にいたイブという人があの後一人で壊滅に向かったんだとか。罪のない人々を犯罪に利用するお前らの根性、全く羨ましくないな。少年腐ったお前らは今すぐ死んでいいな。しかも結果的に本当に一人で壊滅させたんだと。あの人やはりヤバい人だったんだ。最近人間狂気は空気だけでわかるようになってきてしまった。その後数日の経過観察を経て俺は退院となった。護身術を習いに行った帰りにこんなことに巻き込まれるなんてな。やはり力を持つことは俺には向いていないみたいだな。俺の名前は佐竹博文。お前死んで当然、地獄行き。今この一瞬に全てをかける男だ。なんだかんだと外でトラブルに遭う俺だが、実はインドアの趣味も持っている。ここがゲームショーの会場か。凄まじい人気だな。というかつい最近できた。その趣味というのは何を隠そう、テレビゲーム。グラフィックすっげー。ガキの時のとは大違いだ。俺はガキの頃に沈下したはずのゲーム熱を再燃させたのだ。俺がゲームで手を出したきっかけは巣ごもりだった。最近のゲームすごいらしいな、一発買ってみるか。秘境巡りで懐に余裕があった俺は購入することにした。グラフィックに操作性など自分の知識とは桁違いの感覚。おー、すっげー。俺は VR のゲームにあっさりとハマった。オンライン機能があるそのゲームの中で仲良くなった人がいた。コバさん、一緒にモンスター狩りますよ。
それがコバさんだ。本当にモンスターがいるみたいだ。コバさん、そっち頼む。内臓をスムージーにします。あの視界いっぱいに広がる映画顔負けの光景はまさに別世界だった。ハマるにハマった結果、ゲームショーの会場にまで足を運んだのだ。雨が降ろうが雷が鳴ろうが、この気持ちは消えない。聞けばゲーム仲間のコバさんもこのイベントに来るという。現実で会うのは初めてだけど、どんな人かなコバさんって。この恐竜ステッカーを目印にしてある。こうして新作ゲーム情報を楽しんでいると声をかけてくる人がいた。そのステッカーもしかしてお前がヒロ？え？ステッカーに反応するってことはコバさん。振り向いてその人の顔を見た瞬間、俺は頭が真っ白になった。なんだお前、鶏の子孫なのか？ん？そこにいたのはいつぞやに会ったデンジャーすぎる極道様だったからだ。彼には以前に放火魔と間違えられて殺されかけた。おい放火魔、ずいぶんやってくれたな。地獄行き決定だ。うわわ、私じゃない。まさかネットのゲーム友達がこの男だったとは。ここで人違いと言えればよかったのだが、男の圧とステッカーがそれを許さない。そのステッカーつけてるってことはヒロだよな。はい、私です。そう、なんで俺は目印とか設定してしまったんだ。しかし運がいいのか悪いのか、この男は俺のことを覚えていなかった。見たことある気がするな。俺ら会ったことある？ないと思われるでございます。初対面の設定なのに強烈な主従関係がそこにあった。簡単な挨拶もそこそこに会場を回ることになった俺たち。おお、あのシリーズ新作が出るのか。ヒロ買う？検討してみます。本来興味を惹かれるであろう情報も全く内容が入ってこなかった。しかし時間が経つと徐々に緊張も薄れてきた。おお見ろ、アップデート特典めっちゃ得だ。けど確かにこれは見逃せない。理由はコバさんのはしゃぎ方が子供みたいだったのが一つ。現実では恐ろしいコバさんだが、ゲームの中では面倒見がいいのだ。ヒロは一旦下がって補給だ。こっちは受け持つ。ありがとうコバさん。俺も彼に何度も救われてきた口だ。はしゃぐコバさんの姿を見ていると、その辺の差ってやつが埋まってきた気がするんだ。コバさん、次はこっちのブースはどうでしょう？いいね、行くか。なので昼が過ぎる頃には俺の怯えもなくなっていた。そうして楽しんでいた俺たちに思わぬ幸運が舞い降りてきた。坂の方々、テストプレイにご協力願えませんか？え、俺たちですか？面白そうだ、やろう。なんとゲームの新機能を体験するテスターに選ばれたのだ。今ハマっているゲーム、断る理由はない。一足先にアップデートを体験できますね。来たかいあるわ、モンスターぶち殺すわ。コバさんは何かを滅殺するような異様な空気だが、いつもこんな感じでゲームをしているのか？早速 VR 機器をつけてプレイ開始だ。おお、新型のナイフめちゃくちゃ使いやすい。俺は誰にもやられねえ、内臓をスムージーにします。はっきり言って二人でめっちゃ盛り上がる。しかし俺はこの時気づいていなかったのだ。好きだらけだ、アモ組の小林。会場の中にコバさんを狙う影があったことを。チッ、この感じ誰かが俺に銃口を向けてやがる。ここにいたらまずいな。ヒロ、俺帰るわ。楽しかった。じゃあな。え、コバさん、なんで急に？するとコバさんが突然帰ると言い出したのだ。あの恐ろしい男が帰って俺はほっとすると思った。でも、もうちょっとゲームしたかったな。なんで突然帰るって言ったんだろう。もしかして楽しくなかったのかな？気になる。聞いてみよう。その理由が聞きたくて俺はコバさんを追った。会場の外に出るとめちゃくちゃ天気が悪くなっていた。なんか、やばいな。コバさんを発見したのだが、その後ろ姿は雨にもかかわらずまるで猛獣のようなオーラを放っている。コバさん、もうちょっとゲームやりませんか？俺がそう声をかけた次の瞬間、ドーすぐ近くに大きな雷が落ちてきたのだ。その時中にいた襲撃者が外に出て、俺はついている。雷で気配も銃声も消える。もらった小林。コバさんを狙っていたんだ。そして轟く雷鳴に合わせて、永遠にさようなら。襲撃者は引き金を引いた。銃声は雷にかき消され、かき出された銃弾は一直線にコバさんの頭を目指す。しかしなんとそれを、どうせ雷に合わせて撃つんだろ。コバさんは避けたのだ。一方の俺は雷鳴と同時に体が吹き飛んでいた。どこか覚えがある灼熱感、全身が強烈に痺れている。何が起きた？
真っ暗になった視界の中、何が何だかわからない俺。その俺にコバさんが気づく。おいおい、なんでお前が雷直撃してんだよ。さすがにやべえな、それ。病院連れてかねえと死ぬわ。俺を救出しようとするコバさん。その瞬間、コバさんの背後から2発目の凶弾が放たれる。うっとうしいな、こら。だがコバさんが超反応を再びかわす。しかしその弾が近くにあった柱に当たり、出たー！なんと長弾となって俺にヒットした。おいおい、雷直撃して長弾当たるってついてねえどころじゃねえな。それは俺でも防げねえわ。こりゃ大元殺す方が早えな。そう言ってコバさんは弾が飛んできた方向へ加速する。くぅ、なんで当たらねえんだ。目線と殺気だよ、このド素人が。襲撃者が追撃するも当たらない。で、今から死ぬけどお前誰なの。お前に潰されたボケ組なもんじゃ。記憶に全くないキャラ薄いやつにグリングリーン。肩ギールところで襲ってんじゃねえよ。そしてコバさんが俺を担ぎ上げた。病院行くぞ、せっかく人気のないところに出たのに。なんでついてくんだお前。ゲーム一緒にしたかった。それを最後に俺の意識は闇へと落ちた。その後俺は病院へ運ばれ治療を受けた。雷撃は胸に火傷がある程度ですね。あと肩に銃痕があります。そうですか。落雷と銃弾を同時に食らったのは私が調べたところ世界初です。そんな世界初いらないな。そのまま入院することになって数日が経った頃に一つの荷物が届いた。ゲーム機とソフトだ。宛先は書いてないな。それでもこれを届けてくれたのは誰かすぐに分かった。これはコバさんからのメッセージだ。分かってるよ、またゲームで会おう、コバさん。そのためにも早く体を治さないとな。俺の名前は佐竹博文。ハニー、グレ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 。佐竹さん、なんで狂ってんだよ。クカゴテツくんの前で今日本で最も蜂蜜への愛を叫ぶ男だ。ある日、知恵が珍しい蜂蜜を持ってきてくれた。ひろふみ、この蜂蜜ね、世界でも最高級のものなんだって。へえ、そりゃすごい。商品名はマットハニーと物騒だが、外国産ならそのくらいのインパクトはあるだろう。そんなわけで翌朝早速その蜂蜜を味わうことにした。やっぱ蜂蜜と言ったらトーストにたっぷりだろう。いやはや、この黄金色と甘い匂いがたまらん。食ってみると確かに普通の蜂蜜よりも桁外れにうまい。これはマジでうまい。正直口の中に入れた瞬間は舌がとろけるかと思ったくらいだ。俺もいろんな食べ物を食ってきたが、ここまでのものはお目にかかったことがない。やばい、手が止まらん。俺はあっという間にマットハニーの大半を食い尽くしてしまった。なんだか食べたいという欲が止まらなかった。うまいどころじゃない、魔法だ。その時だった。誰だ？珍しく玄関の呼び鈴が鳴ったのだ。扉の先にいたのは秘境探索の仲間で中国拳法の達人玄さんだった。玄さん、どうしてここに？鬼頭さんと打ち合わせで日本に寄ったのでね、顔を見に来たんだ。いやはや、これは意外なお客さんだ。とはいえ苦楽を共にした仲間だ。汚い部屋だが歓迎せねば。玄さん、よかったよ、美味しい蜂蜜が手に入ったんだ。甘いものは私も好きだ。ありがとう、思想になろう。なので俺は少し残ったマットハニーでもてなすことにした。しかし甘い匂いを漂わせるトーストを見た玄さんが叫んだ。ねえ、これには毒が入っている。なんだって。その内容はとんでもないものだったのだ。しかし彼は達人、嘘のはずがない。どういうことだ。俺は毒なんて入れてない。分かっている、毒の匂いはこの蜂蜜から漂っている。ちょっと待て、俺はたらふく食っている、聞きたくなかった。そしてそういう指摘を受けると体の異常に気づくのが人間だ。どうした佐竹さん。俺は動悸がいつもより激しくなっていることが分かった。この鼓動は心臓が悪いわけじゃない、興奮している時に近い。何かが来てる。息苦しさに回り始める視界、何より俺を襲うのは強烈な飢餓感。これは何を欲しているのか。そう、蜂蜜だ。ハニー。玄さんが毒と指摘した黄金色の甘露が欲しくて仕方ない。もはや衝動に近い欲を俺は止めることはできなかった。マイハニー、いただきます。佐竹さん、これ以上食べてはいかん。トーストへ飛びかかると同時に動く玄さん、さすがの反応速度だ。いつもなら目にも止まらない玄さんの動き。
ちゃー、ね、どういうわけか見える。ぶっとー、俺は彼の手をかわすと目的のブツをダッシュすることに成功した。トーストは天の食い物のごとく甘露だったが、まだまだ足りん。ハニー、すでに神経系に作用してしまったか。待て、知恵は黒煙街の輸入雑貨店と言っていた。場所は知ってるぞ。蜂蜜が食いたい、蜂蜜が食いたい、蜂蜜が食いたい、蜂蜜が食いたい。おー、ハニー、いつしか俺の頭はその願い一色に染め上げられていった。実は俺がおかしくなった原因はあの蜂蜜にあった。マッドハニーにはネパールの高原でしか取れないツツジ科の植物の神経毒が入っていた。その毒グラヤノトキシンは興奮を持続させ、骨格筋や心筋の収縮を強める作用があるらしい。いやはー、蜜だー。他にはドラッグのような中毒症状を引き起こし、爆発的なパワーが出ることもあるという。原産地であるネパールでは薬として使われているそうだが、それもさじ加減次第。あれが薬として作用するのはティースプーン3杯程度の量だよ。俺は明らかに多量摂取だったわけだ。俺の名前は久我小鉄。佐向、ここが役をさばいてるクソどものアジトか。はい、さようでございます。島に毒をまくクソどもを粛清する武闘派の極道だ。雷神との交渉中とはいえ、おろそかにできないのが島の治安維持だ。うちが忙しい隙にくだらねえことしやがって。行くぞ佐向。はい。今回の出入りは京極組の目を盗んで違法薬物をばらまく半グレどもを退治するのが目的だ。島嵐のクソどもがけじめつけに来たぞ。俺は久我の兄貴がけじめをつける。なんだてめえら。おお、京極組だ。相手の票をつくためにも俺は白昼堂々乗り込むことにした。やらかした奴らは弱小の半グレ組織。本職に喧嘩売った重み、骨の髄まで味合わせてやるぜ。京極組の敵じゃねえ。おお、早い。しかし佐古は入り口付近にいた半グレと互角の殴り合いをしていた。負けるかよ。勝ちたいと思った方が勝つんじゃ。結果佐古は名勝負の末ダブルノックダウンとなった。やるな、お前もな。名もなき雑魚と名勝負を繰り広げてんじゃねえよ。そんな中リーダー格の奴らは不利を悟って逃げ出そうとしやがった。サンタリー、あんな化け物相手なんてしてられるか。逃がすかよ、黒煙街の害虫どもが。もちろん島を蝕むダニどもを逃がす道理はない。そうして奴らを捕まえようとしたその時だった。逃がすかボケが。あー、早っ。ハニー、突然窓を突き破って怪しい男が飛び込んできたのだ。よだれを垂らして目を血走らせたヤバい男。俺はその男に見覚えがあった。あんたは佐竹さんじゃねえか。そう、彼は数々の不幸に巻き込まれている片木の兄さんだったのだ。俺の声など聞こえていないかのように佐竹さんは半グレのリーダーに目をやる。ダーティーハニー、貴様蜂蜜を独り占めするつもりか。なんだこいつは。その視線はいつもの平凡で優しい彼とは思えないほどにギラついていた。佐竹さんはものすごい勢いで半グレどもに襲いかかった。ハニー、置いてけ。なんだこの男は。佐竹さんは驚異的な跳躍力で半グレの頭を掴んだ。くれそして意味不明に締め上げた。一瞬で半グレから蜂蜜を奪った佐竹さんはそのまま逃げようとする。楽園へゴー。何かやばい、逃がすわけにはいかねえ。薬か何かわからねえが明らかに普通じゃねえ。やばいことする前に止めねえと。多少痛い目を見せることを覚悟して振るった左拳。すまん、許してくれ。なんだと。佐竹さんはそれを超反応でかわしやがったんだ。これにはさすがに度肝を抜かれたが、ふぬけている場合じゃない。くそが、佐竹さんゾーンに入ってやがる。マジでやべえな。追いかけるべく振り返った俺は、なんだと？入り口に立つ思わぬ男に目を見開いた。そこにいたのは、かつて俺を手玉に取った中国人の暗殺者だったからだ。佐竹さん、すまんがおとなしくしてくれ。毒を抜かねばならない。あれ？なんだあいつは、佐竹さんを狙ってやがるのか。あの時のように中国憲法の構えを取る暗殺者野郎。おい、その人は仇だぞ、殺す気か、クソ野郎。腸がつく強敵だ。だがこの蛮行を見過ごすわけにはいかねえ。奴を止めようと拳を振るったが、うおっ、やらせねえよ。なんだお前は。奴はあっさりとこっちの手を払いのけやがった。クソ、誰が。やっぱり当たらねえ。あれから修羅場をくぐったってのに、まだこんなに差があるのかよ。
貴様はあの時の極道か、私への支援か。その説は悪かったな。その時佐竹さんは奪ったものを食おうとしていた。兄よ。だがすまん、今はあの人を救う必要がある。くっ、うわ、クソったれが、こいつマジでどんだけ強いんだよ。加減しやがったのか。動けるぜ。しかし救うだと。佐竹さん、それ以上はダメだ。暗殺者野郎が彼を止めようとする。殺しに来たんじゃねえのか。その瞬間、佐竹さんは信じられないほど大きく跳躍した。邪魔するな。そして駆け寄ってくる暗殺者野郎の頭上を越えようとしたのだ。やべえ、ドラッグの症状だ。筋力が異常値になってやがる。だが奴もそうやすやすと突破させる弾じゃない。すまん、もう逃がすことはできん。はい。振り返りざまに思い切り振り上げた足で佐竹さんの体を蹴りつけたのだ。しかし吹っ飛んだ先が偶然にも開いている扉だった。まずい。ほきょー。なんと彼は店を飛び出してしまったのだ。まんまと逃げられると焦っていたのだが、てめえ。なんと佐竹さんは走ってきた車に思い切り引かれてしまったのだ。飛び出した勢いのまま店の前に戻ってきた佐竹さん。あれだけの事故でこの程度の傷とは、さすがだな。なこと言ってる場合じゃねえよ。俺は慌てて救急車を呼ぶ羽目になった。あれからどれくらい経ったのだろう。あれ朦朧とする意識の中から目を覚ますと、俺は包帯だらけでベッドの上にいた。ナースコールを押すと現れたのは医師とゲンさん。マッドハニーを大量摂取して車に轢かれたのに、本当に頑丈な人だね。大丈夫そうでよかった。責任を感じていた。ちょっと待ってくれ、一体何が起こったんだ。その後一部始終をゲンさんから聞いた。本当に迷惑をかけてごめんなさい。解毒作用のある漢方薬だ。煎じてお茶として飲んでくれ。ゲンさんも俺を気遣いながら帰っていった。一連の騒ぎを知った知恵には涙ながらに謝られたが、彼女が悪いわけじゃない。ひろふみ、薬物違反とかで捕まらないよね。大丈夫、マッドハニーは違法じゃないそうだから。何にせよ蜂蜜も薬もコリゴリだ。俺の名前は佐竹ひろふみ。佐竹さん、二階堂、しっかりしろ。空から降ってきた謎の物体に命を脅かされている男だ。秘境ハントの助手として鬼頭に雇われていた俺だが、ゲンがいる、もう不安はない。この頃は海外への誘いが減ってきた。やはりまともな職を持った方がいいな。さすがにこのままでは将来的な不安は拭えない。そう考えた俺は再び転職活動へ身を投じることを決意した。履歴書の空白期間は痛いが、そこはスキルでカバーだ。そろそろ知恵と結婚も、それには安定した収入は絶対だ。大病と大怪我ばかりの俺を世話してくれているが、知恵ももうお年頃だ。結婚指輪も買ってやりたい、結婚式もしてやりたい。知恵を幸せにしたいんだ。とはいえ苦戦を覚悟していたが、何時頃がご都合がいいですか。何時でも大丈夫です。面接をしてくれるという会社が見つかった。これは幸先がいい。そんなわけで久々にスーツを着込んだ俺は黒煙街へと足を踏み入れた。千代田商事、千代田商事。慣れない土地ということもあったのだろう。スマホ地図に目を奪われていた俺は人とぶつかってしまった。やらかしてしまったと反省したのもつかの間。ってすみません。そっちこそ大丈夫かい。ぶつかった相手を見た瞬間、俺は自分の血の気が引く音を聞いた。明らかに仇じゃない。やばいと立ち上がろうとした俺だが、おいてめえ、どこに目つけてんだ。まさかヒットなんじゃ。あ、ママ、すみません。やばい、連れの組員もいた。やめろ二階堂、その人は仇だ。目を見ればわかる。あ、はい、親父、すいません、大変失礼しました。俺を救ってくれたのはぶつかった親分風の人だった。なんと筋物の人は俺に謝ってくれた。すまねえな兄さん、いろいろあってな。俺は京国組の五十嵐だ、どうか勘弁してくれ。こっちの不注意ですみませんでした。顔はいかついのにすごく人に信頼されそうな感じだ。そして話の流れで面接のことを伝えると道まで教えてくれたのだ。ただ気をつけな、その区画の会社はあまりいい噂は聞かねえからよ。そうですか、ありがとうございました。おう、気をつけてな。とはいえ面接の約束を取り付けたのだ。ドタキャンはさすがに礼儀知らずすぎる。肝心の千代田商事だが、なんというか空気が不穏だった。外国語も堪能で海外への出張も慣れている、即戦力でいけますね。おお、
それでは明日から中東へ行ってもらいましょうか。面接官が舌なめずりしそうな目でこっちを見ていたのだ。というか即採用で入社初日から中東行きってどんな会社なんだ。ここはやばい。佐竹さん、いつから来られますか。他の会社も受けてますので、その結果が出ないと。身の危険を感じた俺は何とかごまかして逃げた。結局面接の方は大失敗だ。このご時世だ、そううまい話はないか。落ち込みながら歩いていると、おお、なんかすごい縁だな。昼間に会った親分さんが目に入った。一声挨拶したくなる雰囲気を持った人だけど、俺から声をかけるのもおかしな話だ。向こうも自分たちと関わるべきじゃないって感じだったし、そっとしとくか。そう決めて駅へと向かおうとしたその時だ、一人の男が親分さんの死角から忍び寄るのが目に入った。なんだあの怪しいやつは。長年修羅場をくぐり抜けてきた経験が俺にアラームを鳴らす。明らかにその筋の人間同士のやりとりだ。見て見ぬふりでやり過ごすのが賢いのだろう。もうそんなのできるわけないだろう。しかし俺は気がつけばその場から飛び出していた。五十嵐、てめえを殺せば俺は東北で大出世なんだわ。そうさせるか。こんな状況では何かいい手なんて考えつくわけがない。俺にできるのは不審者へ突っ込むことだけだった。てめえぶち殺すぐらい。正直とんでもないことに首を突っ込んだ気がするが、やってしまったものは仕方ない。チンピラが舐めそんのか。そして当然親分さんたちも気づく。お月の人の顔も俺の時とは比べ物にならない。手柄なんだこれ。親父を窓にして生きて帰れると思うなよ。この空気は真の鬼だ。一旦両足を叩き切ってやる。あとは地下室で話そうや。早っ。しかしそんな張り詰めた緊張は突如として阻まれることになった。なぜか天空から何かが俺たちに降り注いできたからだ。それはひどく粘つく上にひどい悪臭で、さらには舌がもげるほどに苦かった。たまらず逃げようとするが、液体が鳥もちのようになって身動きが取れない。親分さんも子分が心配なようだが、これはどうしようもない。二階堂、なんという悪臭だ。親父、来ちゃダメだ、離れて。子分さんもこの状態で助けを求めないのは立派だと思う。そうしてどのくらいあがき続けただろう。どいてください。こりゃひでえ。全身完全防備を固めた救急隊がやってきてくれた。救急隊から消毒液を振りかけられた俺たちはようやく念撃地獄から救い出された。二階堂、この液体は危険です、近寄らないでください。体がひりつく、息苦しい、頭痛にめまいがする。そして救急車に乗っている時、体調が急変した。落ち着いて、暴れないで。体がひどく冷たくなり、さらには息が吸えなくなったのだ。あの子分さんも同じ目に遭っていた。首に恩返しするまで死んでたまるか。そしてあの襲撃者も。五十嵐をやらなきゃ、どうせ吾妻さんに殺される。病院に着いた頃、肺液の調べがつきました。これは時間との勝負になる。酸素マスクと解毒剤の準備を。俺の意識はほとんど消え失せていた。そしてどれくらいの時間が経っただろうか。お、目が覚めましたか。俺は再び意識を取り戻すことができた。一体何が、あの念劇は何だったんですか。そして医師から告げられた事実は俺の背筋を凍らせるものだった。あなたは腐敗した甲状廃液を多量に摂取したためにシアン中毒になりかかっていたのです。腐敗した廃液だって。あの悪臭を放っていた念劇はそれほどに危険なものだったのだ。何でもあの通りには数年前まで工場だった小さなビルがあったらしい。その工場は立地から屋上である3階のタンクに工場排水を貯めていたらしいんです。それが漏れてしまったと。でも原因は、警察の話では発砲事件があって弾が当たったからだと。そう、あの時に親分さんを狙う不審者を俺が止めたことにより。なんじゃお前は。それだ、銃弾がその腐敗水を溜めたタンクを破壊したってわけだ。シアンは人間の体内に入ると呼吸困難に陥り、ごく短期間で死亡する強い毒性を持つ。致死量はたったの 0.06 グラム。
口からだけではなく皮膚から取り込んでも症状が出ますから、残りの2人はまだ危険な状態です。そうなんですね。聞けば古文さんと襲撃犯は未だに意識が戻っていないらしい。あとは回復すればいいと思っていた。なんで体を起こすだけでこんなにきついんだ。おそらくは廃液の影響でしょう。様々な成分がありますから。でもこの事件はまだ終わってなかったんだ。そうして入院すること1週間、集中治療室から解放された俺に来客があった。姉ちゃん失礼するぜ。あなたは？それは例の親分さんだった。彼は俺が銃撃を阻止したことに礼を言うためにわざわざ来てくれたらしい。ありがとうよ。あんたが体張ってくれなきゃ俺はお堕物だったかもしれん。いや、あの時は夢中だったんで。なんというか義理がたい人だ。聞けば古文君も意識を取り戻して命の危険から脱したらしい。死ねえたまるか。京国組武闘派で鳴らした二階堂より回復が早いとは兄ちゃんすげえな。こういうのは慣れっこでして。何はともあれ死者がいなくてよかった。そうして親分さん改め五十嵐さんが帰ろうとした時だ。キャー！なんだ？突然廊下の方が騒がしくなった。そして部屋の中に入ってきたのは看護師を人質に取った例の襲撃犯だった。あいつは五十嵐殺しに来たぞ。やつれて今にも死にそうな顔のやつは喉が潰れたような声で吠える。俺が驚愕で動けない中、五十嵐さんは、おめえどうしてそこまでする。例の排撃の影響で今にも死にそうじゃねえか。毅然とした態度で襲撃犯に問いを投げる。俺には後がねえんだ。開演からは逃げられねえ。やるしかねえんだよ。どうやら奴にものっぴきならない事情があるようだ。その時だった。てめえ、おやじ！古文さんが襲撃犯に強烈なタックルをぶちかましたんだ。一度鳴らす二度までもてめえごときが誰を狙っとるんじゃ。おら、おい、来るな、詐欺したけ。そして壮絶に馬乗りパンチでボコボコに殴り始めたんだ。殴り始めてすぐだった。襲撃犯の顔が真っ青になった。回復していないのに無茶をした反動だろう。ねえ、完全に呼吸困難だ。そのまま倒れた襲撃犯は小さく痙攣すると動かなくなった。バカ野郎が、こんなんで若い奴が命張ってどうすんだ。倒れた奴を見下ろしてつぶやく五十嵐さんはどこか悲しげに見えた。襲撃者の死因はシアン化合物による窒息死、暴行も正当なものとされた。やろう、海炎という名前を出しましたね。まさか組織で親父を。ああ、トップの俺を狙うとはな。何を企んでやがる。それ以来五十嵐さんは俺の元に来ることはなかった。人に狙われる家業か、大変だな。以前俺も雷神って半グレに襲われたし、今回は関わらないようにしよう。とはいえあの親分はいい人だった。彼が無事であることを祈るばかりだ。俺の名前は佐竹博文。あっちゃー、助けて兄貴。京極組の佐護君と火炎地獄へ巻き込まれてしまった男だ。電化製品は突然寿命が来たりするものだ。あれ？このドライヤー電源が入らないわ。その度に人は驚き、そして大いに困ることになる。たとえ壊れたって感謝の気持ちよ。初めて使った時の感動は忘れちゃダメ。それが洗濯機や冷蔵庫などが使えないとなれば。で、洗濯機は回らない？最低限の生活だってままならない。あ、ダメだ。何回やってもうんともすんとも言わん。このようにご臨終してしまったのである。こうして窮地をしのぐため近所のランドリーに足を踏み入れると、しのぎを任されてないから給料安いし洗濯も一苦労だよ。一人の若者が先客にいた。少しチャラそうには見えるけど。やべえ、森若の兄貴がすぐ帰ってこいって言ってる。未読に戻す方法なかったっけ。にじみ出る苦労人の雰囲気には親しみが持てる。すごい洗濯物の量ですね。ええ、お金がないんでやるときは一気に片付けてます。気がつけば俺は彼に話しかけていた。彼は佐古くんと言って、なんと若手の極道らしい。そんな若いのに極道だなんて大変でしょう。まあね、けど伝説の男って呼ばれてて次期エース候補です。こう言ったら怒られるかもしれないが、なんというか意外である。彼らと比べると全然怖くないんだよな。それがないのは彼がまだ若手だからなのかもしれない。とはいえ俺もコバさんと知り合って職業で偏見を持つのはやめた。これでも伝説ってやつをいくつも作ってるんです。ただ喧嘩と乳首は弱いです。喧嘩弱くて伝説作れるのかい？悪魔のような男の操り人形になれば作れるんですよ。
そうして話し込んでいると運転終了のブザーが鳴った。ああ、俺の方か。こっちはシーツを洗ってるからな。見れば俺の方の洗濯が終わったらしい。こういう場所は一期一会だ。ちゃんと乾いているかな。それに一抹の寂しさを覚えながら洗濯機に手を伸ばしたその時だ。佐古くんの洗濯槽から異様な音がした。ん？なんだ？すると突然、視界を漂白する閃光と肌を炙るような高熱。ブワー！そして轟音とともに強烈な力で押された俺の体は後ろへ吹き飛ばされた。壁に激しく叩きつけられた俺は一瞬意識を失っていた。気がつくと、の、火がついた衣類をかぶった佐古くんが床の上で悶絶していた。そして洗濯機の方を見れば佐古くんが使っていた槽は破壊され火が吹き出ていた。あー、どうなってんだ。なんてこった。俺が吹き飛んだのはあれが爆発したのが原因だろう。運が悪いことに爆発を至近距離で受けた俺の体はかなりのダメージを負っていた。おーいってって、顔や体に割れたガラスや破片が刺さり、火傷に加えてこれはあばらもやばいな。乾燥機は入れすぎで発火すると聞いたことがある。大丈夫か佐古くん。熱いです。死ぬかと思った。まだ爆発が起きるかもしれないぞ。しかしそんなことはいい。とにかくここから逃げないとやばい。俺たち二人はすぐさまコインランドリーから避難しようとした。あれ、扉が開かない。チクシャ、どうなってんだよ。しかしなぜか自動扉がうんともすんとも言わないのだ。原因を必死で調べていると、ドアがスライドするレールが大きく歪んでいた。なんてこった、これじゃ動くわけがない。足元に焦げた機械の部品があるのを見るに爆発の破片が当たったのだろう。佐竹さん、ここはダメっす。別の出口を探しましょう。待って、あれ、この音は。しかし俺は耳を打つ音に背筋を凍りつかせた。この空気が抜けるようなかすかな音、これはガスが漏れる音だった。確かこのランドリーは乾燥機能にガスを使っているはずだ。やばい、これはガスが漏れてるぞ。なんですって。もし引火したら俺たちなんて跡形もなく吹っ飛んでしまう。俺の言葉を聞いた佐古くんはどこかへ電話をかけ始めた。森若の兄貴、助けてください。コインランドリーで焼け死にそうなんです。コインランドリーでガス爆発？面白いじゃん佐古。消防署ではなく知り合いに助けを求めているようだ。こんな楽しいシチュエーションないよね。大爆発から生き残って佐古のダイハード伝説完成だ。何を言っているんですか。コッパみじんになってしまいます。伝説が終わってしまいますよ。それはつまんないかな。まあ行けたら行くわ。うまくいけば助けが来るかもしれないと期待していたのだが、行けたら行くってそれ来ないやつ。明日の朝刊期待してるよ。どうやらそううまくはいかないようだ。こうなっては自力で脱出するしかない。だが素手ではどうにもできない。何か使えるものは。必死に視界を巡らせていると無事なタオルとバスタオルが目に入った。まず炎対策で水道で濡らしたバスタオルを頭からかぶる。そしてタオルは机の上にあった灰皿を包んで。こんなんでなんとかなるんですか。なんとかできなきゃ死ぬだけだよ。即席のフレイルを作り出した。そしてそれを自動扉へ全力で叩きつける。シャーと、異常事態でアドレナリンが出てるせいか傷の痛みは感じない。割れろ、割れてくれ。キック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 。俺は持てる力の全てを込めて何度もフレイルを叩きつける。そうして十数度目のアタックをぶち込むとようやくガラスにひびが入った。お、やった。もう少しだ。打ち破れるぞ。これで助かる。そう思ったのが甘かった。そう、残念ながらタイムリミットが来てしまった。割れろ割れろ、脱出だ。たまりにたまったガスに引火してしまったのだ。その直後、背後から轟音を伴った灼熱の暴力が俺たちを襲ったのだ。ジャワー！ハピー！強烈すぎるガス爆発、信じられない力で俺たち二人は前方に吹き飛ぶ。だが俺たちの悪運は尽きてはいなかった。ジャワー！爆風の方向が自動扉を向いていたおかげでひびが入ったガラスを破って外へ出れたのだ。その勢いで俺たちはコインランドリー前の道路の空中に投げ出される。しかしそこに1台の車が通りかかる。佐古、面白そうだから一応見に来たぞ。そして次の瞬間、ごめん、わざとじゃない、俺運転下手だ。そのベンツは空中を飛ぶ俺たちを容赦なく弾き飛ばしてしまった。朦朧とする意識の中、俺が見たものは白目を向いた佐古くんに呼びかける狂人。死ぬな、伝説のアクションスター佐古。
悪魔のようなその男は見たことがある。彼は惨事の中半笑いだった。俺はその後駆けつけた消防に救助された。頑張れ、もう少しの辛抱だ。これくらいで俺は死なない。頑張れサコ、俺がついてるぞ。死んで止まるか。あと爆発の原因はズバリ洗濯物の過剰投入。乾燥の熱風が逃げ場をなくして衣類に火がついたようです。一気に洗う。そういえばサコくん、シーツとかぎゅうぎゅうに詰めてたもんな。サコくんは命に別状はなかったらしい。かっけえ、伝説のミイラ男サコだ。サコ、お前なんでそんなついてないわけ。ミイラと三番がキス、いけるか。全身打撲と火傷でえらい目に遭っているそうだが、後遺症が残らないだけマシだろう。そして俺もなんとか生き残った。今回の教訓があるとすれば、洗濯機は正しく使わないとだろう。どんな家電でも使い方を誤れば便利なものから狂気に変わる可能性があるのだから。俺の名前は佐竹博文。今回もまた生き延びることができた普通の男だ。